はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画です。今回は、クリア朝日の、クリア7というのが出ました。はい、アルコール度数が 7%、糖類不使用、第3のビールです。原材料が発泡酒、過去麦芽とホップと大麦とコーンとスターチと、スピリッツ、過去大麦となっております。まあ、最近何でもかんでも、第3のビールがね、なんか、アルコール度数戦略を、しておりますが、まあ、大体ね、うまかった試しがね、あんまりないということで、今回はどうでしょう。完璧。うん、苦い。苦めな。ちょっと苦めです。やっぱどうしてもアルコール度数が高くなって、アルコール度数っていうか、アルコールみたいな味するんですよ。アルコールしてるみたいな。結構、それは感じるけど、まあでも、豊かな味わい、かっこ、糖類不使用と穀物原材料を使用した高発酵法、製法、あと爽快なキレ。うん、でもまあこれ唐揚げとかと一緒に食ったら割とっていうか結構美味しいと思うんだけどね。ただこう口の中がアルコール感がこうびっしりつくんで、それをどう考えるかだよ。難しいな、これ。でも、唐揚げとかと一緒に食べたいときは、飲みたいときは、これはいいと思いますけどね。うん。逆に、そう、こう、アルコール度数だからこそ、なんか、合う気がするね。うん。普通に美味しいですね。うん。まあ、口の中がちょっとね、そのアルコール感はあるんですけれど、それ以外全然、癖もないですし、まあ言うてみればそれが癖みたいなもんですからね。癖がそんなにない。で、割と苦めの感じですね。苦いなって感じる。苦み。はありますけど、まあ、これだったら、まあなんかさ、サントリーとかの、なんだったか。なんか糖類が入ってるやつはやっぱあんま美味しくねえですよね。これは糖類無添加なんで全然美味しいぶりだと思います。うん。ただ単品で飲むのはちょっときつい感じはしますけどね。単品でこれだけ飲むっていうのよりはやっぱり何か料理と合わせて、唐揚げとかと合わせて、飲むって。唐揚げとかと一緒に食べながら飲むと、やっぱり、がぜんやっぱ、うまさが、こう、際立ってくるというか。
アルコール度数が高いからこそこう生きる部分はありますね。うん、まあホッピーでいうかなり辛口っていうかアルコール度数じゃね、焼酎をこんぐらいまで入れてホッピーをこれぐらいしか入れないみたいな。ああいうのって結局何かつまみをがあるから。そういうのはいけるんであってね。うん。まあ、それで考えれば全然美味しい。美味しいですね。普通に美味しいなって感じる商品だと思います、これは。甘み、香り、アルコール臭はしますね。アルコール臭は結構するんで、はい、ということで3244です。ご視聴ありがとうございました。